聞いてみましょう。チャンスを迎えた山口からスルーパス、カズ、カズ、カズのシュート、カズのシュート、枠の外、山口のスルーパスからカズの左足のシュート、まあ斜めにシュート入ってきましたけどね、さすがポイントを抑えてますよね、入ってきますよね。そうですね。さあ横浜 FC 前半2本目のコーナーキック、中にはトゥイードが上がっている、カズからそのトゥイードへ決まった、横浜 FC 先制。カズのコーナーキックから192センチのトゥイードのヘディングシュート、得点を演出したのは背番号11番のキングカズ。ずいぶんラインを高く保っています、ベルディ。今日は高いですよね。そうですね。内田からカズ、もう一度カズ、カズがボールを持った、カズ、カズのシュート、カズのシュート、左足、今日カズは2本目のシュートです。バチリオが話したよね、ワンツーでね、ポッと抜けてきましたけどもね、はい、このリズムですね、はい、この位置で奪った山口から、さあパスが出た、カズ、ね、にボールが出た、ファーサイドにはジョーがいる、さあカズ、カズ、ドリブル、カズ、カズ、勝負した、カズがパスを打った、ジョー昇進、パスを打った、アウグスト、シュートは出ません。カズからジョーへ、ジョーからアウグストへ、チャンスを演出しました三浦カズ。いやまずここですよね、山口のこのポジションに入れるってことですよね、このカズのポジショニング、はい、でここでもう当然抜いてくる、シュート打ってくる、はい、でまたパスを選択肢持ってる、そしてまたここもですよ、中島からアウグスト、カズがフリーになっている、カズがフリーだ、カズがフリーだ、カズ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 が決めました、カズゴール、カズゴール、ラモスの前でカズが決めました、ラモスの前でカズが決めました、横浜 FC2 点目を取りました。後半の14分、ラモスの前でカズが点を取りました。フルスベルディ相手に点を取りました、カズ。素晴らしいシュートが決まりました。さあ北澤さん、今のシーンです。そうですよね、もうアウグストが持った時にどうなるかっていうことでもカズさんも動き出してますよね。そうですね、ラインも向き見ながらね、はい、プレーしてきますからね、内田から素晴らしいダイレクトプレーですね。でまたね、はい、内田からそして代わって入った吉武もね、いい動きしてましたよね。そうですね、これだけダイレクトが続きますよね。今日は先制点もアシスト、そして後半の14分には見事なシュートを決めましたカズ。17番の北村と交代、ピッチを後にします。これからは監督補佐として高木新監督をサポートします。